で、サイズ感なんですけど、オピネルの8番のナイフと比べてもこんなに小さいです。はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日はこちら、今日はダイソーで買ったメスティン用のまな板をご紹介します。で、こちらメスティン用まな板っていうことで、サイズが 72mm×143mm×7mm、 小さい方のメスティンにこのようにすっぽりと入るサイズになっています。で、これダイソーの小さい方のメスティンなんですが、こんな感じですっぽり入ります。で、バーベキューツールっていうことでアウトドアコーナーに置いてありました。材質がナチュラルウッドっていうことで、どの木材かっていうのは書いてないですね。で、食器洗い機、直火は不可になっています。それではちょっと開けてみたいと思います。はい、開けてみました。こういうところの処理が結構甘くて、気になる人はヤスリがけとかをした方がいいと思います。ちょっとそうですね、滑らかではないです。で、匂いとかはそんなに気にならないですね。なんか普通の割り箸っぽい匂いがしました。はい、で、これの中にいろいろとお手入れ方法とか保管方法、使用上の注意点が書いてありました。で、使用後は食器用洗剤で洗い、陰干しして乾燥させてくださいですとか、あとは高温多湿の場所を避けて保管してください。やっぱり木のまな板なので、カビが生えることを想定してちゃんと乾燥したところに保管した方がいいと思います。あといろいろ書いてありますね。加熱した調理器具を直接置かないでください。多分スキレットとかの鍋敷き代わりとかそういうのに使っちゃうと焦げちゃったりすると思うので、そういうことはしないでくださいっていうような意味だと思います。はい、で、フィット感はこんな感じで結構ぴったり収まってますね。重量は 35g です。で、横幅が 15cm ないので、使い勝手はどうかなっていうところがあるんですが、ちょっと実際に今日はこれをまな板として使ってみたいと思います。はい、で、ちょっと使う前に洗ったんですけど、結構水吸って重くなりました。水吸って 40g ぐらいになりましたね。結構さっき乾燥してたので思いっきり水吸っちゃったのかもしれないです。で、やっぱり木のまな板って水分含むので、使い終わった後とかはちゃんと乾燥させないといけないところがめんどくさいですけど、まあ、動画の最後のまとめのところでそういったところにも触れようかと思いますが、とりあえずこれ使ってみたいと思います。はい、せっかくなのでちょっとご飯作っちゃいますね。お米を炊いて、ポケットストーブに自作アルコールバーナーをセットして、はい、じゃあ米を炊いてる間におかずを作ります。はい、じゃあ食材を切っていきます。今日はオピネルのナイフを使おうと思います。で、サイズ感なんですけど、オピネルの8番のナイフと比べてもこんなに小さいです。で、玉ねぎと比べてもこんなに小さいですね。で、玉ねぎを切ろうとするとギリギリですね。今日ちょっと玉ねぎを少しだけ使うので、これぐらい切ります。はい、まな板としては普通に使えそうですね。はい、で、切った後なんですけど、やっぱり天然の木材だけあって傷はどうしても入っちゃいますね。はい、それではどんどん切っていきます。駄菓子屋で買ったビッグカツ、これを切ります。ビッグカツの方がちょっと大きいですね。つまみ食いします。うん、美味しい。はい、それではご飯ができました。美味しそう。じゃあこのメスティンの蓋を使っておかずを作りたいと思います。これセリアのアルミクッカークリップです。すき焼きのタレを入れて、
さっき切った玉ねぎを入れます。玉ねぎに火が通ったらカツを入れます。で最後に卵を、はい、完成しました。はい、じゃあこのご飯の上に、ちょっとネギを乗っけて、これでいただきます。いただきます。まずいわけがない。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。メスティン用まな板を使って、実際にこれをまな板として使ってみました。でやっぱり天然の木なので、こんな感じで使うと細かい傷がついちゃいますね。であと結構水分を吸っちゃうので、この傷のところで菌が繁殖してカビたりしないように、乾燥したところに保管しないといけないのがちょっと面倒くさいなと思います。まあでもメスティンにすっぽり入るので、まな板どうやって持ってこうかなって思った時に、こういうのが1個あるとちょっとだけ使うだけだったら全然いいのかなと思います。であとダメになっても100円なので、またすぐ買えるっていうところもいいですよね。でただやっぱり繰り返し使うってなると、結構カビ生えたりするのが嫌だなと思うので、衛生的に使いたいっていう人はやっぱりプラスチックのまな板とかの方がいいと思います。であと今回はまな板として使いましたけど、これ自体をお皿にすることもできると思いますし、あとはスキレットとかを乗せちゃうとさすがに焦げちゃうと思うんですけど、例えば鍋の鍋敷に使ったりとか、そういったような使い方もできると思います。この動画が面白い、ためになった、自分もやってみたいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また見てください。バイバーイ。